皆さんこんにちは、今日は、ね、ゼンマイの戻し方、星家の、ゼンマイを初めて注文いただいた方にはよく質問いただくんですが、ね、いろんなゼンマイの戻し方それぞれの地域であるかと思います。で今日は星家流のゼンマイの戻し方っていうのを紹介していきたいと思います。ゼンマイは、ね、乾燥させると約10分の1に、ね、縮みます。で今ここに手のひら第1個分、ね、これで約乾燥ゼンマイ 50g になるんですが、でこれ水で戻すと約生ゼンマイの 500g、ね、それぐらい大きくなります。なので1回に戻す量っていうのはね、手のひらで一握り分ぐらいで十分かと思います。では少し大きめな鍋にたくさんのお水を入れて、でそこに乾燥したゼンマイ、ね、入れていきます。でしっかり浸る量の水を入れてください。ではここで、星家流の第一ポイントです。で結構沸騰させて戻す方もいらっしゃると思うんですけど、星家は、そこまで強火にはしないです。でゆっくりゆっくり温度が上がっていきながら、鍋の底からふつふつと、ね、気泡が出てくるのをじっくり、ね、最初待つような形でお湯を温めていきます。お鍋の底から、ね、ふつふつしてきました。で、この時の目安なんですけど、まあ、やけどしないように注意してほしいんですけど、こうやって手で触れるぐらいの温度のお湯ですね。でこの状態になったら火を止めて、冷ましていきます。でこの工程を、まあ、できれば朝と夜、まあ、寝る前ですね、1日2回でお湯をふつふつ温めて、で火を止めて冷ませるっていうのを繰り返していきます。今この工程を繰り返してっていう風に表現したんですけど、ここで星家のポイント2個目です。で、ゼンマイはね、やっぱり戻すのにすごく時間がかかるってイメージがあると思うんですけど、時間かかります。でその星家流のポイント、乾燥に約3日かけてるので、星家の考え方としては戻しに3日かけるね、3日もって思うかもしれないんですけど、やっぱ一気に戻すんじゃなくて、やっぱ自然に乾燥した時間をかけて戻してあげることによって、一番ゼンマイがいい状態になるっていうふうに考えています。なので、まあ、ゼンマイってね、昔からよく高級食材っていうふうに言われるんですけど、まあ、星家もそんなに毎日毎日食べるものではなくって、やっぱりお盆だとかお正月とか、ね、そういうイベントごとにね、やっぱ特別な食べ物として食べることが多いので、やっぱ逆算して、ね、この戻しっていうのを、料理をする日に合わせてやっていきます。ではね、さっき火を止めたゼンマイ、この温度が下がっていく、まあ、冷ませていく段階で、さっきよりもね、ちょっと今水が黄色っぽくなってきてるんですけど、でこの放置する時間っていうのは、ゼンマイが戻るだけじゃなくて、ゼンマイの中のね、アクが一緒に出てきます。なんでね、このアクをしっかり出すっていう意味でも、こうやって時間をかけてあげるとね、アクがしっかり抜けます。冷ました後に、ね、半日置いた状態です、ね、薄黄色い水が今茶色く、これがゼンマイのアクです、ね、でこの水を変えて、ね、今日夜もう一度、ね、ふつふつさせていきたいと思います。2回目、ね、また火を入れていきたいと思います。で、このゼンマイの戻しにね、星家は3日かけるっていう話をしたんですけど、やっぱりね、どうしてもそんなに時間をかけれないっていう時もあると思います。でその時はこの工程を水が、あ、お湯が冷めたら、ね、何回も何回も繰り返してあげると、この早くゼンマイは戻っていきます。
で、季節によっても、まあ、夏気温が暖かくなったりすると、まあ、放置しておくとどうしても傷みやすいので、まあ、そういった時とかはやっぱ頻繁に火を、ね、入れて早く戻したりとか、置く場合も水を変えてあげるだけでも傷みにくくなるので、やっぱそこはその季節とその時の天候によって対応していっていただければなと思います。またふつふつしてきました、ね、1日目だけでも結構戻るんですけど、やっぱりねまだまだ芯が硬い状態です。でこの沸騰させないっていう、ね、3つ目のポイントになるんですけど、やっぱゼンマイは、結構デリケートな山菜で、沸騰させすぎると、まあ、煮込みすぎるとこの表面がぬるぬるに溶けてしまうんですね。なので、まあ戻した後に味付けする時もそうなんですけど、できるだけ沸騰した状態で時間を置かないっていうのがポイントになります。2日目の朝です。一晩ね、またちょっとアクが抜けて水が薄茶色っぽくなってます、ね、昨日よりも少しふっくらしたようなそんな感じです。ではね、また水変えてふつふつさせていきます。ではここで4つ目のポイントになります、ね、この戻してる間にこう先を見てもらうと、ここちょっとまっすぐなの分かると思います。でこっちね、しっかり下まで揉めた状態のゼンマイです。で筋切り必ずね、どうしても目外しが出てきてしまうので、ここは硬くて食べれないので、見つけたらこう切ってあげると、ね、食べた時にこの筋張った状態がない状態になります。でこれまたここを切ってあげると、どうしてもやっぱりゼンマイはアクが強いので、収穫した時にアクが出てこう茶色く色が残ってしまいます。でもね、こうやって先を切ってあげると、ね、切り口も綺麗になるので、まあ、お料理した時にね、こう見栄え的なところも少し変わってきます、ね、気にする方はここまでこう丁寧にやってあげるといいかと思います。2日目の夜です。で半日かけて、ね、またさらにこの立体感が出てきました。でゼンマイ本来のこの丸みっていうのがね、この半日かけてまたさらに出てきています。では、ね、また水を変えてふつふつさせて、ね、この夜もまたもう一段階戻していきたいと思います。最後の最後まで手間がかかるゼンマイちゃんです。でもこの手間をかけることによって、やっぱりね、本来のゼンマイの美味しさが引き立つので、ね、最後まで手を抜かず、ね、干し切り用の戻し方やっていきたいと思います。3日目の朝です。で時間をかけてゆっくりゆっくり戻っていって、ね、収穫した時とほとんど変わらない太さまで、ね、戻ってきました。で3日目なのでね、火を入れていきたいと思います。3日目の夜です。ね、見るからにふっくらふっくら仕上がりました。素晴らしいですね。でこれゆうこさんから聞いたんですが、こう戻した時にこのキュッキュッっていう音がするとしっかり、ね、いい状態で戻ったっていう合図になります。ね、いい音してます。星家流のゼンマイの戻し方いかがだったでしょうか。3日かけて干したゼンマイを3日かけて戻す、でこの手間暇かけた工程がやっぱゼンマイ本来の美味しさを引き立たせる、でそういうゼンマイの戻し方になります。で、まあ、これがね全て正解っていうわけではないので、まあ、この星家流の戻し方を参考にしていただいて、で皆さん自分が戻しやすいやり方を試行錯誤していただけたらなと思います。で3日間お付き合いいただいてありがとうございました。ね、また機会があったら今度は味付け方法で紹介していきたいと思います。